こんにちは。こんにちは。じゃあ、問いの6番見ますか。はい。見えますか？ G、大丈夫？はい。問いの6番、それ自体が自己運動していくとありますが、なんだったっけ問題。どういうことですか？ですか？はい。どういうことですか？だから、問題パターンはどれですか？言い換えですか？比喩ですか？性質ですか？何ですか？はい。今回は言い換えですね。言い換え。はい。書いておいてください。言い換え。今回はどういうことかって聞かれてるから、比喩か言い換えどっちですかと。言い換えでしょう。ね。はい。じゃあ、言い換えなので、それ自体が自己運動していくを分解して、一個一個言い換えていけば終わるよね。はい。一個目は、それ自体って何ですかってことだね。もう一個が自己運動していく。これだね。この二つを言い換えることができれば、解けると。簡単でしょ？簡単でしょ？はい。だけど、その前にまずやんなきゃいけないのが、防線棒を含む一文をチェックしなきゃいけません。チェックすると、もともと、社会の中にあった敵対性が政治の中に定着すると、それ自体が、ねんでんでんと。はい。そうすると、指示語あったので、指示語チェックしましょうか。指示語ね。これだね。指示語ね。直前見ればいいんですから、今回それの内容は、これでしょうね。敵対性と。敵対性ね。敵対性が自己運動していくっていう風になります。いいでしょうか。はい。なので、まずはね、この敵対性ですね。指示語は、内容は敵対性と。ただ、敵対性だけでもいいんですが、それだけだったら、ちょっと抽象的すぎるので、適性じゃないね。抽象的すぎるので、少しね、説明を加えていって具体化していきましょう。敵対性。はい。じゃあ、17段落のライン2を見てください。17段落の2行目。17段落の2行目見ると、階級などの、わかりやすい大陸軸を基礎にした敵対性が点々点って書いてるね。ってことは、今回、この文章の中に出てくる敵対性っていうのは、なんか、階級とかのことに関しての敵対性なんだって。うん、じゃあ他に階級とか敵対性とか書いてあるとこないかなと見てみると、防線部の前だね。16段落の、1行目。階級にせよ、地域にせよ、そうした明らかな亀裂とか距離があるって書いてありますね。この亀裂と敵対性なんか似てるでしょ。あいつとあいつの間には亀裂が入っちまった。なので、この亀裂と敵対性これ一緒だなと。階級、敵対性亀裂、一緒っぽいなと。なので、今回は、ここのね、階級とか地域の亀裂ってことが、敵対性なんだなと。ね。なので、こう、階級、地域、これが敵対性に関わってくるんだな、というふうに思っておいてください。はい。じゃあ、ここまでね、敵対性の説明終わり。ここまではクリアだね。じゃあ次は、自己運動していくってどういうことかなっていうのを見ていきましょう。まず、自己運動って何かっていうと、まあ、簡単に言うと自給自足的な感じだよね。自分だけで生活ができる。自分だけで運動ができる。他の人には、他に干渉されないで、他は関係なしに、関係なしに、よいしょ。自分で、自分のことをできるよ、ということが、自己運動だよね。一回頭の中で、これだけで探すと難しいから一回頭の中で、噛み砕いてね。はい。じゃあ、こういうことが書いてあるのって、どっかにないかなっていうふうに探していきましょう。16段落の2行目見てください。はい。争点は変化しても、いろいろな選択肢で距離を取る技法が維持されていく。争点は変化してもっていうのは、周りの問題がどんどん変化していっても維持されるんだよ。他とは関係なしにじゃない。周りの問題が変わっても。争点が変わっても維持されていくってことなんだから、あ、ここ自己運動かなというふうに見ることができます。もう一個見方があります。今回、維持されていくって言われてるよね。直前の、直前防線部でしょ？防線部って何て言ってるかって言ったら、していくじゃないどっちも。ていくだよね。これって、追くっぽくないですか？例えばこういう文章を見てください。自分を変えたいんだ。自分を変えたいんだ。世界を変えたいんだって、2回一気に言われたら、
これって自分を変えることで世界を変えることになりそうじゃない？わかる？自分が変われば世界が変わるってことで、自分イコール世界がこれ成立してるよね。対句だから。自分を変えたいんだ、世界を変えたいんだって言ったら、自分が変わったら世界が変わると。同じですね。はい。対句ね。対句ね。なので、今回は、していく、されていくって対句表現っぽくなっているので、自己運動と、この、維持していく、維持されていく、これが、同格とみなすこともできます。ちょっと難しいけどね。はい。まず基本的には、一回自己運動をね、頭の中に噛み砕いて、同じような内容を見ていくと。ね。ちょっと、小手先のテクニック使うと、テイクテイクで同格っぽいから、対句っぽいから、同じ表現なのかな、というふうに気づく。この2パターンで攻めていければ、できるんじゃないでしょうか。はい。ということで、今見たね、この敵対性の説明と、ここか。維持していく。維持されていく。こいつらを集めれば回答になりそうですね。はい。じゃあ、回答書きますよ。一回消すので、場所取る人は一旦止めて書いちゃってね。はい。じゃあ、一回消しまーす。よいしょ。はい。いいかな？はい。じゃあ、回答書きますね。青で書きますが、別に、色は気にしなくていいです。発色がいいので、青にするだけです。はい。階級や、地域。わあ。階級や地域に基づく、階級や地域に基づく敵対性ね。が、はい、いいでしょうか。階級や地域に基づく敵対性が、これで、それ自体がの説明は全部終わってますね。はい、後半でーす。後半、争点に関わらず、さまざまな選択肢で、ちょっとね、ここから、さっき説明しませんでしたが、政治の話に関して言ってるので、政治の敵対性って誰と誰の敵対性かなって考えると、政治団体の敵対性だよね。なので、政党の、まあ、書いても書かなくてもいいですが、一応、今回は書いておきます。政党の距離。政党の距離を維持するようになること。はい、こんな感じで書けばいいんじゃないでしょうか。はい、まずそれ自体がの説明が、階級で地域にも、階級や地域に基づく敵対性からね。はい、自己運動は、距離を維持することだから、これ距離を維持すること、と。ね。で、この政党に関しては、今回政治の話してるので入れましたが、まあ入れなくても、そこまで大幅な減点にはならないと思いますので、まあ気にしなくていいんじゃないですか。あればいいけど、あればいいけどね。はい、ということで、こんな感じで、問いの6番終わりにしましょう。じゃあ次、どうぞ。